はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード RE4、チャプター14後編ですかね。やっていきたいと思います。黄色ハブゲットして、ショットガンをゲットして、で、また1個作れんな、ちょうど。緑赤からの黄色プラス。で、こっちの方に、お、なんかある。原石。で、多山計画の進捗について、親愛なるサドラ様、お喜びください。ジョイシュプラーガの生産は着実に進行中です。順調に推移すれば、大いなる理想に到達できると約束できます。人でも犬でもカラスでも、対象を選ばずに脊髄動物に宿主にします。ジョイシュは脳に全く損傷を与えることがありません。どんな人物だろうと、サドラ様の支配力に抗うことは不可能です。支配される喜びを言ってしまえば、誰が抵抗する気になるでしょうか。私がその証拠です。拒絶した過去の自分がいかに愚かだったか。あと数日で幹部研究員への投与が完了します。彼らも間もなく知ることになるでしょう。サドラ様の計画が完了したとき、全世界がそれを知ることになるでしょう。アナベル・ガルシア・エスクデロ。アナベル・ガト。ソロモンの悪夢。屈してしまったか。サドラーに。先へ行こう。で、どっちだこれ。野営地にあるな。なんかいるな。あいつ、ステルスで殺せっかな。全然ステルスしないで、そのまま殺してるけどね。で、こっからだな、狙うとすれば。はいはい。このさ、なんかかぶってんのがやっぱね。あれこれさ、こっから登ってくる。いや、最悪。登ってきたところを、こっちから来ないかだよね。登ってきたところを取ってやるよね。もう一匹いたよね。左から来るか。それだけ警戒しよう。あ、登ってきてる。はい。OK。ここ壊して。マグナム金金野営地ガンパウダーショットガン金で、この中かなかったね。今サブマシンガン使ってね。例によって全く鍛えてないっていうところが多分火力不足なんだよな。ちょっと次多少の敵がいたらそいつらに使う。てかもうサブマシンガン自体撃っちゃっていいと思うんだよね。ドクタグ文書オペレーションハビエ。この耳慣れる知る者は作戦を主導したはずの合衆国内においてもごくわずか。それもそのはず、本作戦は公にされることなく実行され終了した。なぜかそれがあまりに非人道的だったから。始まりは2002年、米軍特殊部隊が密かに南米入りした。彼らの任務は麻薬カルテルの壊滅。準備に数年もの時をかけた重要な作戦だった。送り込まれた特殊部隊は当然精鋭中の精鋭。作戦の成否は本校では語らない。筆者が明らかにしたいのは作戦そのものではなく、その後の精鋭たちを襲った運命について。部隊は隊長を務めた何とか少佐を除き全滅した。敵の手によってではない。彼らを無残に殺したのはアメリカ。作戦行動中、運悪く孤立した部隊を救うことは難しくなかったはずだ。ヘリをたった1機飛ばせばよかった。だが軍部はそれをしなかった。軍上層部の権力闘争の結果であるとも、先の大統領直々の指示だったとも噂されている。真相はホワイトハウスの黒い霧の向こう。確かなことは一つだけ、合衆国は彼らを見殺しにした。国のために人生を捧げた者たちを。私は記者としてではなく、彼らと同じアメリカ国民としてここに祖国を告白する。以上は米国人ジャーナリストなんとかなんとか記者が執筆したハビエ作戦についての総合である。本レポートが世に出ることはない。なんとか記者への処理は実行済み。ハビエどんな話だったっけ。なんかバイオハザードダークサイドクロニクルズだっけ。話的にはレオン I'm waiting。 わざわざ書くのかよ。これ見られなかったらどうすんだよ。救急スプレー
アシュリー・グラハム拉致計画フェーズ1、ターゲットとともに大学を出発、ターゲットに車両やベイカー以下3名が同乗。ベイカーってベイカー系と関係あるのかな。フェーズ2開始まで通常の護衛任務を行う。エイブル率いる別動隊は後続車両に搭乗、平時と同様に帰宅リート走行。フェーズ2エンジントラブルを理由に車両停止、ターゲットをエイブル車へと誘導。フェーズ3エイブル隊走行ルートを変更、薬物を用いてターゲットの意識を喪失させ拘束、大型荷物にターゲットを格納。フェーズ4ベイカー隊陽動プロセスへ移行、ヘンリー隊捜査機関のデータベースへ侵入、ネットワーク遮断。フェーズ5ポイント KQ にて、荷物運搬みたいな感じです。You've done well to make it this far, rookie. I've prepared a battlefield up ahead just for us soldiers. Watered by the blood of generations, hundreds of years. It's the perfect place to put an end to what happened 2 years ago. これもわざわざ録音したんでしょ？聞かれるかどうかもわかんないのにさ。ただクラウザーとの勝負、準備は万端にしていきたいけど、マグナムの弾、サブマシンガンが結構いっぱいあんな。で楽しい時間の始まりだ。ストレンジャー、俺は準備をする。コンバットナイフって鍛えた方がいいのかな。これ一応硬化しとく、意欲とか。でまずボディアーマーも強化しないとね。でじゃあ売れるもんは一回売っちゃうか。装飾品もいけるものはいっちゃおう。これが5個で全部位あるね。高いものからはめていこう。ここでここでこれでこれ OK。 これでちょうど10万か。でさらに2つ、これはもう、あ、なるほど、赤赤でいいでしょ。ちょケチっていく。デュオボーナスで、ここが4色か。4色だったら全色ボーナスでいくか。赤がなくなっちゃったけど、まあ、こっちの赤は結構残ってるからね。カルテットボーナス 1.7 で、もう売る、はい、一周2万。かといってナイフを鍛えるかって言われてもね、なんか微妙なんだよね。ロケランとか持つべきかどうか。さてさてさて、まあ、鍛えるとしたら、まあ、これまずマックスにしとこう。で装填数一度に2発ずつで、連射速度もちょっと上げとくか。8発にしておこう。いや9発にして3発ずつ装填にする。連射も3発にしよう。もうめちゃくちゃマグナム鍛えたな。結局ブロークンバタフライ、これに全てをかける。回復薬的にはまあまあまあ結構充実はしてるよね。装備もバッチリで、ちょっと待って、なんかハンドガンの弾があそこに落っこってんな。少しでもちょっと、どこだ、だいぶ戻んなこれ。どこだこれ、さらに戻るか。あ、ここね、はい、15個。まあ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 、貴重でしょう。弾はいくつあってもいいからな。あれ、これなんか、特に何にもないか。では、行きましょう。なんかある？なんもない。I've been waiting for you, rookie. Ah, worried about the girl, is that it? That's just like you.
You always had poor judgment. But if you think I'm gonna let you out of here alive, you're even more naive than I thought. You can't save her. You can't save anyone. Give it up, Krauser. Being a lackey for these maniacs won't bring your men back. And what the hell for? Revenge on the government? You think they would want that? Revenge. You think I'm doing all this for revenge? Isn't that what this is all about? See, in that jungle, I had a revelation. The most important thing in this world is pure, unadulterated power. Those Illuminados have given me that. You know, you were always an asshole. But at least you had some kind of code. Some honor. Look at you now. Enough reminiscing. Move out and draw fire, soldier! とりあえず逃げよう。痛い。おお、怖い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 。どこだ。ん、いた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 。あいつあそこにいたな。行って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 、サクサク、上にいるな。あ、まだいる。ちょっと待って待って待って、何発撃ってくんだよ。ほら、ちょっと待って待って待って、パリー回避。どっち行った。あ、いた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 。くそ、なんかどっか当たってんな。はい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 、サク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 、回避できるんだけど。おら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 、俺のナイフさばき見ろ。おった、蹴り。ちょっと死ぬなこれ。一回回復しよう。サク。メレ。これさ、当たんの？いや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 、待て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 。ドン。結局ボディーアーマーがなくなった。やっぱりあれだな。いや、ボディーアーマーないとむちゃくちゃ食らうわ。おほら、食らえ。消えた。とりあえず第一段階はなんとかなったか。戦闘中にこれはもう無理だよな。ボディーアーマーを回復したい。That was the first thing you taught me. 直感を信じろ。 He's turned this place into one big trap. I can't fight him on his terms. ん？逆効果？出てきたんだけど。これどうすりゃいいの？
待って、中いる。怖っ。これどうやって破壊するの？第一。こっちから破壊できる？破壊できなくね？え、マジでどうすんのこれ。あ、大丈夫だ。おー、なんかある。破壊しとくか。どっちだこれ。なんかクラウザーせこいな、やってることが。いやー、ちょっと待って、こっちから行けない？じゃあ逆か。なんかある。ちょっと待って、下に今虎バサミがあったよ。え、これ行けないんですけど。まあ、ダメージは多分入ってないよね。ちょ、待って、逃げよう。トラボサミがある。え、待って、なんかめっちゃ鳴ってる。おー、危ない。いや、運っていうかさ、これもう素直に取りに行っちゃって大丈夫。ハーブ。ライフルの弾。赤、緑は作るか。まあだな。こっち側も一応アイテムはあるか。あと一発。ちょっと待って、危ねえ。待って、回復させてください。救急スプレーで。はい、ドン。おお、なくなった。ちょい、買わせねえんです。すっげえヘルシー。あれ、そこまでやればいいの？ちょい、なんなのマジで。汚すぎだろこいつ本当に。サブマシンガンか、そういえば。使うって使ってねえな。なんかあるし、いるし。待って、撃ち合いこれ。いや、撃ち合いなら俺負けねえよ。投入するよマグナム。ほら。ほら。何？ちょっと待って、後ろ。やばい、めちゃ減ってる。すげえ使うなこれ。いや、もうでもマグナム投入でしょこんなの。限定仕様、力を見よう。ちょっとまた何かやってくるか。I told you again and again。本領発揮か。You're too soft to do what's necessary. That's the difference between you and me, Rookie.落ちた。Time to finish your training. またなんかやんの。Witness the power! ちょっと待って、なんか怖えな。本当だ。まだ、ちょっと待って、どうすんのこれ。一瞬で来て一瞬で去ってったな。So that's your true power?Oh, I'd ask for a refund.待って、どこ行ってる俺今。あ、なんかある。やった、黄色ハーブだ。よくわかんないけど取った。
あ、そして緑ハーブもある。あれどこだ、え、ちょっと待って、どこ、全然わかんないんだけど、こっち行けんじゃん、いるな。あ、箱がある、回収しよう、ちゃんと回収しよう。あ、ハーブもある、やった、よしよしよし。これでとりあえず1セット作れっから、まあ、また減ったらだな。サブマシンガン一応余裕はあるんだよな、持っておく、まあ、鍛えるかどうか。ここは決戦の地か、ここで決着をつけるべきだな。来たか。Training's not done. Last lesson starts right now. おお、いい、待って待って待って待て。No. Time for the teacher to be taught. Oh, such confidence. Bring it, rookie. 来る。回避。ここはもう。投入するべきでしょう、マグナム。いけえ、すげえ。ガードしてんな。一回これ使って、ちょっと上に行こう。上がいいのかどうかちょっとわかんないんだけど。ほら、ガードしてんな。ガードしてるときはちょっと、あれだな。一回し。で下に来た瞬間がガード外れるから、待って、よし、なんか死んだけど、できた。で上に行って、で上に来た瞬間もうまた打ち込む。ここだ、はい、逃げろ。これ破壊できる、待って待って待って、遅かったけどマグナムの弾をゲットした。いや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 、お前ガードばっかりしやがって。あれ、ちょ待って待って待って、どこ行くの。いや怖っ、あそこにいたらまずいのか。さあ登ってこい、登っていただけよお前の。ちょ怖い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 、もうめっちゃ R3 連打してっかんね。でこれは押した押した、強いマグナムマジで強い、限定仕様とか言って。まだ生きてるとか。でも終わりか、完全に動けなくなったかも、バカめみたいな感じにはならない。クラウザーのナイフかこれ。ファイティングナイフ持てん。ギリギリ持てた。アシュリーを追う。下にアイテムあったよね、ちょいけねえだけど下に邪魔で。でも取れなくない、これ取れるか、ハンドガンの弾。ああやっぱちょっとこれはあれだな、くっつけよう。ガンパウダーも結構いっぱいあんな。クラフトマグナム作るか、3個か。もうとにかくマグナム作ろう、マジ強え。
で、こっちはどうする？ライフルか。で、9個。9個だと多分作れないんだよな。まあまあまあいいでしょう。だいぶ充実してんな。あと上に箱があったから、これぶっ壊してガンパウダーで、マグナムの弾一応、まあ、詰めるだけ詰めるか。じゃあてかボディアーマー欲しい。何回も言うけど、なんで跳ね橋が上がるの。というわけでチャプターが終了しましたので、次がチャプター15かは次回やっていきたいと思います。いやマグナム鍛えてよかったな。むちゃくちゃ強いわこれ。限定仕様とか。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。